このつ −98 は、ソ連時代に、ツポレフ設計局によって試作された、戦略爆撃機である。NATO コードネームは、バックフィン。ツポレフが手掛けた初めての超音速機で、このつ −98 で得られたデータが、後のつ −22 やつ −128 に、生かされた。1952年から開発が開始され、初飛行は1955年。 実戦配備はされず、生産数はわずかに2機だった。スマイナス98は、当時収益していた、スマイナス16ジェット爆撃機を置き換える機体を製作するため試験機であった。当時世界最強クラスの性能を誇った、流理化性のアフターバーナー付き AL-7、ターボジェットエンジンを2機搭載、超音速飛行が可能、また3トンまでの熱核爆弾が、 搭載可能であったとされる。制作された2機のうち1機が飛行テストに供され様々なデータの収集が行われた。超音速で飛行する航空機の飛行特性などがまだよくわかっていなかった当時、この機体がもたらしたデータが極めて有用なものであったことは想像に難くない。しかし飛行テスト用の機体は着陸時の事故によって失われてしまった。 つまいなす98は航空ショーに参加したことがある。1956年にモスクワ郊外の基地で行われた航空ショーで西側関係者の前にお披露目された。その他の試作戦闘機2機を伴って海上の上空をフライパスしたつまいなす98だったが西側の関係者はこれをソ連の新型爆撃機であると誤認した。その後、 スマイナス98は事故で失われたが、西側では謎の爆撃機として引き続き認識されており、ヤコブレフ設計局が開発した約マイナス42という機体ではないか、月315機の量産体制が敷かれているらしいなどの話が誠しやかに噂された。スマイナス98のデータを応用しており、形状が似ている。 つマイナス22などが試験に供されていることも手伝い、謎の爆撃機はますます信憑性を強めてしまったという。つマイナス98が試験機で実戦配備されていないことが西側に知られたのは1960年になってからだった。ありがとうございます。